トマス・ジョンソンはアメリカ合衆国の法学者であり、結出した経歴のある政治家である。メリーランド州で初めて選挙で選ばれた知事、大陸会議代表及びアメリカ合衆国最高裁判所売席判事を務めた。ジョンソンは1732年11月4日、メリーランド州カルバート郡で トマスとドーカス・セジュウィックのジョンソン夫妻の息子として生まれた。祖父はやはりトマスという名であり、ロンドンで弁護士となり、1700年以前のいずれかの時点でメリーランドに移民してきたものだった。ジョンソンは10人兄弟の4番目であり、兄弟の何人かも大きな家族を持った。トマス・ジョンソンを含む家族は家庭内で教育を受けた。 若い時から法律に興味を持って勉強し、1753年にメリーランドの法廷弁護士として認められた。1760年までにメリーランドのフレデリック軍に法律実務の本拠を移した。1761年には植民地議会議員に初めて選ばれもした。 1766年2月16日に、アナポリスのハンジュの娘、アンジェニングスと結婚した。夫妻には8人の子供が生まれた、すなわちトマス・ジェニングス、アンジェニングス、レベッカ、エリーザベス、レベッカ・ジェニングス、ジェームズ、ジョシュア、及びドーカスだった。1774年と1775年、メリーランド議会はジョンソンを大陸会議への代表として派遣した。 大陸会議ではイギリスからの分離に賛成する側に断固として組みした。1775年6月にジョージ・ワシントンを大陸軍指揮官に指名したのはジョンソンの発案だった。1775年、大陸会議は機密通信委員会を創設し、戦争に対する諸外国の支援を求めた。ジョンソンはベンジャミン・フランクリン、ジョン・リキンソン、 ベンジャミン・ハリソン及びジョン・ジェイと共にその委員になった。ジョンソンはメリーランドに戻って議会での任務を続けていたのでアメリカ独立宣言の署名に加わる機会を逃した。しかし1775年にメリーランド議会によって採択された権利宣言の総行を書いた。この宣言は後の1776年にアナポリスで開催されたメリーランド。 憲法制定会議で採択された憲法の最初の部分に加えられた。ジョンソンはメリーランド民兵隊の准将として軍務も始めた。その政治活動に加えてジョンソンと兄弟のロジャーは弾薬を製造することで革命を支援した。その工場であるカトクティンファーネスの名残がフレデリックの真北にある。 メリーランドが新しく宣言した自治を始めると、国議会は1777年に、ジョンソンを初代知事に選出した。ジョンソンはこの職を1779年まで務めた。その後の1780年代は、メリーランドで多くの司法職を務め、1780年、1786年、及び1787年には、国議会議員を務めた。 1785年、ポトマック川の司法権と航行規定を定めるために、マウントバーノンで開催されたメリーランドとバージニアの代表からなる委員会の委員となった。1788年にメリーランド会議に出席し、アメリカ合衆国憲法批准を提唱して成功させた。1789年9月、ワシントン大統領がジョンソンを メリーランド地区の初代連邦判事に指名したが、ジョンソンは、その指名を辞退した。1790年と1791年、メリーランド高等裁判所で、上級判事を務めた。その後の1791年、ワシントンが、ジョン・ラトリッジの辞任で空いた、アメリカ合衆国最高裁判所判事に、ジョンソンを指名した。 ジョンソンは1792年のジョージア州対ブレールズフォード事件で最高裁判所判事としては初めて文書による意見を書いたものとなった。ジョンソンは1793年まで最高裁判事を務め、健康を害して巡回裁判に出向くのが困難になったためにこの職を辞した。最高裁判事として最も短い任期を務めたものとなった。 1795年には、トーマス・ジェファーソンの推薦で、ワシントンから国務長官就任の脱診があったが、健康のために辞退することになった。1801年2月28日、ジョン・アダムズ大統領がジョンソンを、コロンビア特別区主席判事に指名した。このことで、新しい連邦首都の監督官会議員となり、この時ワシントンという都市名を提案した。 ローズヒル邸宅、ジョンソンの娘のアンが1788年に、ジョン・コーリングラハムと結婚し、ジョンソンの晩年はフレデリックに建てていた家で、娘夫妻と暮らした。ローズヒル邸宅と呼ばれる。この家は、現在軍立公園となっており、公開されている。ジョンソンは、長年健康状態が良くないままだった。1800年2月22日には、 友人ジョージ・ワシントンの誕生記念祭で長辞を読んだ。ジョンソンは1819年2月22日にローズヒルで死に、フレデリックのマウント・オリバー墓地に埋葬されている。多くの学校がトマス・ジョンソンにちなんで名付けられた。例えば、フレデリックのトマス・ジョンソン知事高校、同じく、フレデリックのトマス・ジョンソン知事中学校、ラーナムのトマス・ジョンソン中学校を呼び、 ボルティモアのトマス・ジョンソン小学校などである。1978年、トマス・ジョンソン知事教が開通し、ジョンソンにちなんで命名された。この橋は、パタクセント川にかかり、カルバート郡とセントメアリーズ郡を結ぶものである。ありがとうございます。